渋谷区立神宮前小学校は、東京都渋谷区神宮前4丁目にある公立、小学校。ブランド店の集積地としても知られる表参道に、所在し、学校の校舎、敷地は、商業施設、表参道ヒルズに隣接している。学校は、渋谷側の暗居である、キャットストリートにほど近い旧穏やか、電塾にあり、旧原塾と旧温太良地区を学区としているが、 明治神宮の表参道に位置していることから、神宮前小学校と名付けられた。明治神宮の参道沿いという場所柄もあって、日本の伝統文化の学習を重視するとともに、国際交流を行う、国際交流学級が設置されている。現在の校舎は1973年2月に完成したものであり、隣接する道順海青山アパートの取り壊し、再開発の際には、 東小学校と一体での開発計画も具体化したが実現には至らなかった。学校の校庭には葛飾北斎が描いたことで知られる穏やかだの水車が渋谷側と共に復元、設置されている。表参道ヒルズと神宮前小学校廃線後、学校は近隣の倉庫や寺を仮校舎としたり、時は待つ国民学校や道順会アパートを 曲がりするなどにより再開した後、1947年に新校舎を落成した。ありがとうございます。